海と日本。やはり漁師なんで、もうこれが生活の場ということで、我々の、農家さんでいうと畑みたいなものなんで、そういった感覚で毎日漁をやっております。昔ここが大漁だった頃の海の漁場っていうのはもうタイ、ブリ、イサキ、アジ、サバと、もうこの5種類がメインに釣れるような海域だったんですけど、近年やはりサバが減少したのと、取れる時期が、非常に遅くなった。日頃ならこの時期に取れてるよねっていうのが1ヶ月後に取り出したりとか、それよりまだ遅く全く取れない時もあると。で、終わる漁期が終わる時期はもう限られているので、そこまで遅くなれば遅くなる分漁ができなくなるっていう現象が今、近年、どういう温暖化の影響かわからないんですけど、起こっていると。海の中がちょっと変わりつつあるのかなっていうのが心配してる、はい。今大分県漁協の方で第2土曜日の禁漁を設けてね、県下一斉の早急漁日っていうので、資源を乱獲しまいやということで、毎月第2土曜日を休業とし、あと種苗の放流とか、そういったものをやったり、小さい幼魚はもう逃がすと、リリースするという努力をやっております。はい、そうですね。またここの浜が漁師町ということなんで、浜が活気づくような、にぎわうような大漁ですかね、水揚げができれば、平成に入る前の昭和60年ぐらいの頃の景気のいい、漁港に戻りたいなと思います。海と日本。